それではただいまより第62期王位お茶杯王位戦の挑戦者となりました豊島将之竜王の記者会見を行います。豊島竜王は本日行われた挑戦者決定戦において羽生善治九段を破り藤井聡太王位への挑戦を決めております。それでは初めに新聞三社弁護の森本様より代表質問をお願いいたします。新聞三社連合の森本です。本日はお疲れ様でした。また挑戦権獲得おめでとうございます。まず今日の将棋から振り返っていただければと思います。今日は羽生九段との対局、羽生九段が序盤で矢倉模様工夫を凝らした展開からスタートいたしました。本日の将棋、豊島竜王、振り返って、どのような将棋だったなとお感じだったでしょうか。そうですね、先手から1六歩と端を突かれたタイミングであったり、2四歩と突き捨てられたタイミングであったり、序盤から工夫を凝らして指してこられて、それに対してどうやって対応していくかというところで、苦心しながら指していました。そうですね、基本的にずっと受ける展開だったんですけど、途中で竜を作って王様を上部に逃げ出していくような展開になって、それいけるかなというふうに思いました。羽生九段との対局というと、昨年の竜王戦など、大きな対局でも戦った相手、またこの挑戦者決定戦で戦うということで、本日、意識してぶつかったのか、それとも普段と変わらず今日朝対局に臨まれたのか、そのあたりはいかがだったでしょうか。そうですね、普段通りですけど、はい。そうですね、強敵なので、そうですね、自分の良さが出る形にして思い切りぶつかっていこうというような感じでした。はい、これで、王位戦は7番勝負に、挑戦者として、登場されることになります。現在王位は藤井聡太王位が持っていますが、藤井聡太王位の印象はどのように感じていらっしゃいますでしょうか。そうですね、全体的に非常に精度が高くて、そうですね、最近の勝利だと、ずっと優勢を維持したまま勝つっていうような勝利が多くて、非常に強敵という印象です。その強敵な藤井王位と7番勝負を戦うことになります。まだ挑戦者決定したばかりで恐縮なんですが、どのような7番勝負にしたいかといったところをちょっとお聞かせください。そうですね、強敵ですけど、自分の力が出るような展開に、できるようにしっかり準備をして、そうですね、なんとかいい勝負ができたらと思います。ありがとうございました。主催からとりあえず私からは以上です。ありがとうございました。それでは次に、中日新聞の瀬戸様に質問をお願いいたします。中日新聞の瀬戸です。挑戦者獲得おめでとうございます。すいません、藤井王位とはですね、2017年に棋王戦で2年前ですかね、初めて対局公式戦されたと思うんですけれども、そこから4年経ちまして、藤井王位の印象変わりましたでしょうか。どのような成長ぶりを感じていますか。そうですね、将棋のスタイルとかはそこまで大きく変わっているわけではないと思うんですけど、やっぱり年々全体的な精度が上がってきていて、そうですね、どんどん強くなられているというような印象があります。今まで7回対局をされていて、6勝1敗と大きく勝ち越しているわけですけれども、2日制で、対局されるというのは、もちろん初めてということで、そこら辺の今までと違う難しさみたいなのは何か感じられますか。そうですね、はそうですね、自分も長い時間にゆっくり考えるのが好きですけど、そうですね、藤井二冠もやっぱり、順位戦であったり、そういう長い時間の将棋の方が、より精度が高い将棋を指されている
という印象がありますので、まあ、そうですね、まあ、まあ、そうですね、まあ、あとどんどん強くなられているというのもありますし、まあ、すごく大変な戦いになるのかなというふうに思っています。まあ、今両方したいって言われていることですね。この、まあ、藤井王位との、タイトル戦というのはさっきとは遠いのもそうかなと思うんですけれども、ここら辺は、まあ、どのようなこの王位戦を位置づけて戦われますか。そうですね、いや、まだ決まったばっかりなんで、ちょっとあまりそこまで考えてなかったんですけど、まあそうですね、まあ自分が今の段階でどれぐらいやれるか、まあ、まあ非常に強い相手と番勝負させて、まあどうなるかというところで、そうですね、まあ、まあでも手いっぱい指すだけなので、そうですね、まあ自分なりに精一杯やってどれぐらい勝てるか確認したいというか、どうなるかやってみたいという感じです。最後にすいません、藤井王位のタイトル戦並行戦並行して進めるわけですけれども、豊島竜王も叡王戦が7月から始まるということで、まあ、重なって並行していくわけですけれども、まあ、今までも並行してタイトル戦は戦われてきたわけですけれども、なんかその並行して、まあ、タイトル戦になりますが、そこら辺はどうでしょうという。そうですね、まあ、日程はまあ詰まって大変なところもあると思いますけど、まあ、まあ、竜王戦が終わってからでもちょっとタイトルが少なくて、それで難しいところがあったので、まあ、そうですね、まあ、たくさん対局できるのはまあ嬉しいことですし、そうですね、まあ、まあ、体力に気をつけつつ頑張っていきたいと思います。すみません、最後に藤井王位との、タイトル戦、今のお気持ちとしては楽しみの方が大きいですか。どういった気持ちが楽しみ。そうですね、まあまあ、いつもそうですけど、まあ、不安も多少はありますけど、まあ、まあ、そうですね、指してみて、まあ、楽しみの方が大きいというか、まあ、まあ、いつもタイトル戦も大体そんな感じで指してますけど、はい、まあ、今回もこういう感じです。ありがとうございます。ありがとうございました。それでは他に豊島竜王に質問のある方は挙手をお願いいたします。王位挑戦おめでとうございます。朝日新聞の佐藤です。愛知県出身の二冠王同士の決戦になりますが、この点はいかがでしょうか。そうですね、まあ、藤井二冠は本当になんていうか、まあ、国民的なスーパースターだったと思いますけど、まあでもそうですね、愛知県同士ということで、まあ、地元の方も喜んでくださると思います。はい、もう1点、以前に棋聖、王位名人の三冠王になられた経験をお持ちと思いますけれども、今回も、竜王と叡王を持たれて、自身2度目の三冠を目指される戦いです。この点いかがでしょうか。いや、あんまりそこまでは考えてなかったんですけど、そうですね、まああんまり三冠とかは考えてなくて、まあ、まあ名人戦と叡王戦並行していた時もそうですけど、まあ、まあ、2つタイトル戦指すと大変ではありますけど、まあやっぱりなんていうか、まあ、2つあった方が、まあ、期待値的にも結構、まあ、大変ではあってもちょっと上がるかなという感じで、まあ、
まあ、そうですね、タイトル、まあ、持ち続けたいとかタイトル戦で続けたいっていう気持ちでやっているので、まあそれで、まあ、挑戦できたので少し前に進んだかなと思います。はい、ありがとうございました。質問のある方いらっしゃいますでしょうか。中日新聞の岡村と申します。大井挑戦おめでとうございます。第1局は名古屋市の能楽堂で指されます。愛知県は当然藤井王位のお膝元であるんですけれども、出身者の豊島さんも大変な人気でですね、支援者の方やファンの方もたくさんいる場所です。そういうところで藤井さんと指すことになったことについて、改めて意気込みですとかご感想をいただけますか。そうですね、やっぱり、まあ、地元の方に普段からお世話になっているので、まあ、やっぱりそうですね、愛知県での対局ということで、まあ、そうですね、良い将棋になるように、うん、そうですね、開幕に向けて頑張っていきたいと思います。王位は防衛できず失冠されてしまったんですけれども、それを改めてまた挑戦という立場になりました。そのことについてはどんな思いがあるでしょうか。そうですね、まあそうですね、やっぱり、まあ王位戦、まあそうですね、その失冠してしまった日はちょっとうまく指せない将棋も多かったので、まあ、そうですね、まあ、そういうところを改善して、なんとか、そうですね、いい結果を出せるようにやっていきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。他に質問のある方いらっしゃいますでしょうか。それでは質問は以上とさせていただきます。お疲れ様でした。撮影の方にご協力をお願いします。じゃあ中央で椅子の後ろに、立っていただいて、はい、もう一つ前に行ってもらって大丈夫です。で、マスクを一度外していただいて、机の方に置いていただければと思います。ありがとうございます。ではすいません、こちらお願いします。